ジェラクライマックスシリーズセ共同記者会見にお集まり2021ジェラあクライマックスシリーズセが開催されますこと本当に嬉しく思います、えー、明日の先発は高橋温人でい、えー、きます、えーまあ、シーズン最後の合流になりましたけど本当に期待のピッチャーですし、えー、今シーズン少ない登板の中でも、えー、完封含む、えー、素晴らしい投球をしてくれてます、えー、まずは高橋温人に託したいと思っています えー、菅野智之で、えー、行きます、えーまあ,あーシーズン、えー、本来の力というものはまだ出し切れてないという点では元気、えー、いっぱいでございます、えー、このクライマックスにおいてもです、ねえー、そのエネルギーというものをしっかり出してくれるもんだというふうに思っております、まあ、もちろん明日の先発の、えー、高橋遥人選手あの、まあ、今年対戦しましたけど、えー、一番 すごいなと思ったボール投げてたんで、あのまあ、えー、こっちもプロとして、えー、そういうピッチャーを打つために、えー、普段からトレーニングだったり、えー、練習してるんで、えー、明日なんとかまだいってもね今年点取れてないんで、えー、はい明日なんとか頑張りたいなと思ってます。須賀の投手です。まずあのね初戦で、えー、緊張感のある中始まるクライマックスで。 まず初戦どう勝てるかどうやって点を取るかがす、ね、べ、えー、てだと思っているしその後の流れにもつながってくると思うので、えー、自分たちの野球全員でしっかり戦っていきたいと思います。